絵画の頼り現代にとっての人間観や文明芸術の在り方などについて絵画制作を頼りに探ろうとしている本展に掲げた「頼りは」は絵画の根源にして派生であるような空間性を象徴することを意図している「一種の絡まり合う他世界のありよう」と同じく「芸術の自由は」 内容と記号の結びつきをほどき意味を複数化するような多様な漢字を可能とする。描くにあっては動いている液体と固体の関節のような淡いで名では呼ばないような非継承的な絵画言語を絵の越境とスケールの伸縮を含みつつ認識していく。 頼りは生命的にうごめく根源物質であると感じている不確定的に浮遊するモチーフは植物から動物鉱物庭大気宇宙まで変容する油的なマテリアルそのものとみなすことで制作を進めた絵画は実在の中で見ることで 身体とリンクして経験される言語でありその出会いの感じはそれぞれの意識と身体の淡いにぶら下がり全方位的に漂うように生命探索的になるだろうと仮想している本点を通して内面や手が生み出す頼りと他者や未知の他世界につながる頼り 競争関係での「頼り」の網目について考察を更新できればと願っている。